ステップには集団授業の他に個別指導を行う K ステップがあります。 K ステップは高校生と高校受験ステップに通う中学生を対象とし、大学受験ステップの校舎に併設されています。専任スタッフと相談しながら使用教材やスケジュールを決めることで、一人一人に合ったカリキュラムで進めることができます。授業はステップの卒業生を中心とした大学生や大学院生が担当します。もうちょっと無効卒って形でくっついて出てきたらちょっと注意、その時に出てくるのがこの。またアプリを使用して学習内容や次回予定などをご家庭にお伝えしています。個別授業のみの受講はもちろん、ステップの集団授業と並行して受講することも可能です。これを K ステップではブリッジ受講と呼んでいます。部活動で集団授業に間に合わない科目を K ステップで受講したり、特定の科目・単元を集中して学習したり、学校のテスト対策に K ステップを活用したりするなど、様々な目的に合わせられます。